対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティー、焼き口ですね。ホルードがちょっと気に、あいさしかめちゃめちゃ強いんだよな。めちゃめちゃ強い、あいつは。リヒリは結構刺さってますね。ただ、ギガイン Z とかかましてくるかもしれないからな、あいつ。ランドロース威嚇いる展開できますかね。ランドレヒレリザードンとかか。これ、ラティアさん重たいかな。ハッサムを出すかどうかっていう選択。ハッサムですと多少ガモスがきついけど、ただ、まあ、ランドレヒレなんでガモスが無理ってことはないですね。これで行ってみますかね。ほい。対戦よろしくお願いします。初手のラティアスはとりあえずいいですね。クチートもまあいい。ホルードだな、やっぱ一番怖いのは。ランドロスから入る。レヒレか、あ、レヒレはいいよ。レヒレ Z の可能性あんのかな。まあ、ランドまだ残しますか、トンボ返りで。何型かは分かんないけど、このダメージからはちょっと判断できないけど、気持ち柔らかい気もするけど、多分乱数の幅ぐらいの違いなんで分かんないですね。リヒレ、うちのリヒレは対リヒレに強いリヒレ。ほーん、いい技を持ってますね。で、ここがゼゼットのやつかな。ガーディアンでアローラで。うん、フォースで。Cダウンとか関係ないからな。で、全力の Z 技。で、削って、あー、そういうやつね。まあ、それはとりあえずはいいですね。自然の怒りで当てさえすれば問題ない。とりあえずランドの地震圏内かハサムのバルバン圏内に入れたいところですね。引いてきた、いいぞ、自然の怒り入るから。クチート、おっと、これは全然いいけどな。いや、メス下がってん、いや、クチートよりは早いかもしんないけど、どうだろう。おーい。まあしゃあねえ、これは自然の怒りで不安定技を打った自分が悪い。じゃれつくは多分耐えないかな、ギリ耐えるかもしんないけど、一応ランドが耐えるっちゃ耐えるんだけど、ガモスが控えてる場合に削られて、オッケーオッケー、上から通るなったらいい。はい、じゃれつく耐えるかもな、ワンチャン。あ、無理でしたね。まあ、急所、うん、わかんない。なんか、半分、ちょっと入るイメージだから、まあいいや、ここランドロスで。裏次第だけど、口と一回引かせたら引かせたで、ハスタムで研磨して仕留めに行けるだろうから、ここは自信。右1位、あー、なるほどね。これ、ガモスの圏内に入れようっていう。入ってるか、これ。いやー、積んでないガモスでは倒せないと思うけど、 Z の場合だけ怪しいかもしれませんね。そもそもガモスじゃないかもしれないし。どうだ、リヒレから来た。ボガリで、まあ、もうほぼウルガモスを一点読みしている。他なんだ、バンギの可能性、まあ、バンギだったらハッサムで勝ちなんだけど、ただガモスの場合はここタクゲームだぞ。 HP が消耗してないんだったら問題なかったけど、消耗してるので、でもウィズ Z の可能性あるかな。でもこいつここ風ってことは、そう考えるとここはぶっ破してくる可能性が。でもまあガモスバックの可能性もあるんで、ここはトンボ返りで、
あーなんか水ジェットっぽいな、耐えそうだけど160あったら挑発の可能性もまあなきにしもあらず。あ、オッケーオッケー、だったトンボで正解。とりあえずは、まあ、バルパンの方が良かったけど、ランドの地震で落ちるか、ちょっとだけ柔らかい気はしてる、このカプリヒレ。ダメ系しますかね。もう一サイクル回すかどうかだな。もう一サイクル回しますか、念のため。はい、まあここでさっき打ってこなかったんで、まあほぼほぼあれはないですね。なんだっけ、あれあれあれ、水ジェット多分ないですね。波乗り、ああ、ここは一応読んで、ただ2回耐えるはず、うちのハスタのお前の波乗りごときでは落ちません。ええー、急所って、お前何が起きてんだこのフィールドで。まあトンボが、あのホルードの場合にそのバルパンが欲しいんですよね。耐えてくれ頼む。くっそまあ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 、ガモスだったらこれでも勝てるはずだから、まあ、肩によるんですが、でバンギの場合はな、ハサミ残ってなかったら負けだからな。さっきの急所がものに響いてますね。地震で、まあこれは何回も後出しした僕が悪いという考えもありますね。でレヒレを倒して、ガモスだと思ってるけどな。あって、バンギだったらハッサン重すぎるだろ、いくらなんでも。いや、バンギはないか、クチートがいたんだし。あ、バンギなの、もうハッサムハッサム帰ってきてくれ。まあ相手の技次第ではまだチャンスがあるな、自信で。メガ進化ではないからね、相手。でもレイパンあったらもう無理だからな。頼む、落としてくれ。急所でも何でもいい。タスキ？カウンターかもしかして。あ、レイパンあるね。タスキじゃねえし、しかもくっそ、対戦ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがサザングロスですね。あとヤツがいる、ヤツランドロスがいる。あー、まあレヒエからでいいかな。これグロスから来そうだから、ボルトから入ってもいいけど、ボルトレヒエスタムでいくと相手のカグヤが少々重たい方が少々だな、あくまで。リザードを強引投手に、いやでもハスターも欲しい。あー、でもカグヤ来るか絶対に。いや、ボルトレヒレスタムで行こう。はい、はい、対戦よろしくお願いします。で、ボルトから入ってのサザンドラか、まあまあ悪くない。ゲップゼットサザンドラかな、噂のこのボルトチェンジ。一応ゲップゼット警戒するか。まあ、このタイミングで打ってこないと思いたいけど、いやでもありえるなありえるが、一回ハッサムで受けよう。この技じゃなかったら一応一発耐えるし、技絶対に流星群。 OKOK、 それはとりあえずよくて、火力ありますね。メガネか、塩ため系しよう。サザンドラ、メガネやったらもうちょい入るかな。いやいやいや、さすがにメガネなの、このパワーは。ここは跳ね休めで効いてきた。はい、かぐやかな、
あ、ポリゴン2や。オッケーオッケー、それはいいぞ。メザホロがイカ様持ちなんでしょうね。テクニシャントレースでメザパの火力が上がっちゃいましたね。で、ここは一回羽をしての、メガネっぽいからゲップ Z は警戒しなくていいので、あのサザンにはレヒレを無限にアトラスすればいい。まあ、無限にって言っても限度がありますが、トンボ。だから無限にっていうのはちょっとあれですね。言葉の選択が良くない。有限にアトラスします。トンボ帰り。結構入る。HC ベースなんかな。で、ここはレヒレで。トリックルームパには見えないけど。放電、あーなるほどね、まあ、これ半分も入んないはずなんで、うん、ここはガーディアンでアローラで引いてきそうな気がしないでもないけど、まあ放電があるからな。挑発を考えると再生はちょっとしづらいかなって判断での即打ちで強引に削って、放電、そこではよくて、こんだけやったらムーほど落ちるか、さすがに。一応ダメ系しますか。最近ダメ系マジになってんな。まあまあさすがに落ちそうですね。ムーンフォースで引いてきた。はい、誰だ、メタグロス、はい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 。でもこれもハスタムで研磨して殴りまくったら大体いけそうだけどな。あとグロスマザーだったら一発ぐらい耐えるかもしれませんね。でここは、自然の怒りで、自然の怒り入ればボルトの10万連打でもまあまあいけるんで、サザンってさ、ちょっと HP 減ってたからさ、バレパンで多分落ちるように、研磨バレパンだったら。まあまあ落ちそうですね。紙、ああ、ナリパン持ちか。まあまあいいでしょう。これは飛ばされそう。はい。まああとはもうハッサムで勝ちに行くしかないな。幸いフィールドが張ってあるんで、このターンは麻痺はない。研磨で0番、いやーこのターンはダメだろ、フィールドをご存じでない、このターンはダメだろ。で研磨いい、一応もう1研磨した方が、いやもうバレパンで削りに行けばいいな。最悪落とせなくても、なんだろう、ボルトン10万圏内に入っていればいいって考えればいいから、ここもバレパン連打でいいですね。グロスをちょっと削ったことにも意味がある。でバレパン、ひれ見えないとかしてきたら返り討ちにできるし、雷パンチ、はい、ここは跳ねしますか。アイアンヘッドいや順番逆だったな、跳ねしてからバレパンしたら完璧だったけど、で羽が通る。でここはバレパンでいいですね。でバレパンこっから2回で落ちるかな、どうだろう。バレットパンチ落ちそう、なんか乱数くせえけど、雷パンチ、はい。でバレットパンチで落ちれば勝ち、まあ、落ちなくてもなんか変な追加効果を引かなければ勝ちですね。落ちましたね、これで勝ちかな。サザンドラは、まあ、ハッサムのバレパン耐えたとしても次のボルトの技は耐えないので、もらい申したサザンドラ、はい、多分落ちるけどね、この HP は。研磨バレパンがムブリサザンに最低 74% ぐらい入るんで、まあ、最低ランスを引いたら怪しいぐらいのダメージ。さあどうだ、
OK。 あとはポリゴン2を料理して勝ちですね。あ、そっか、またテクニシャンが圧倒するのか。最近なんか放電とかさ、毒毒とか持った6歳の頃によくいたポリゴン2がまた復帰してきましたね。はい、対戦ありがとうございました。